ハイドロフォンハイドロフォンは水中の音を聞くもしくは記録するために水中で使用されるマイクロフォン。ほとんどのものは圧力変化にさらされた際に電気を発生する圧電型トランスデューサーを元にして作られている。音は圧力波であるため、このような圧電材料トランスデューサーは音響信号を電気信号に変換することができる。プロジェクタとして機能するトランスデューサーもあるが、 全てのものがこの機能を備えているわけではなく、そのような方法で使うと一部が壊れてしまう恐れがある。ハイドロフォンは空気中の音も聞くことができるが、空気より密度の高い流体である水に対して良い音響インピーダンスを持つように設計されているので感度は良くない。マイクロフォンを地面に埋めたり、防水容器に入れて水に浸したりしたとき、 音響インピーダンスの整合が悪く、性能が低下するのと同じことである。北、大西洋に下ろされる、ハイドロフォン最初期に広く使用されたのは、フェス宣伝発信機である。これは、電気力学的に駆動される、固定単円版トランスデューサである。500、1 0 0 0ルツで動作し、後に3 0 0 0ルツでも動作するものが出た。もともとは、ソナーとしてではなく、 水中の電信用として販売されたが、後に大きな成功を収めた。この発明者であるカナダ人レジナルド・フェッセンデンには1929年に船長の組織であるアメリカ安全博物館からサイエンティフィック・アメリカン・マガジンゴールド・メダル・オブ・セーフティーが授与されている。第二次世界大戦中でも使っているところがあった。イギリスのアーネスト・ラザ・フォードは 圧電素子を用いたハイドロフォンの先駆的研究を行った。彼が唯一持っていた特許はハイドロフォン装置のためのものである。圧電材料の音響インピーダンスは水中トランスデューサーとして使うのを容易にした。圧電式ハイドロフォンは第一次世界大戦の後半に U ボートを見つけ出すための5相互衛星により使用され潜水艦の有効性に 大きな影響を与えた。第一次世界大戦の後半からアクティブソナーが導入されるまで、ハイドロフォンは潜水艦が潜水中に目標を検出する唯一の方法であり、今日でも有用な方法である。小型の単一円筒形セラミックトランスデューサは、ほぼ完全な全指向性受信を達成することができる。指向性、ハイドロフォンは、二つの基本的な技術を用いて一。 方向からの感度を高くできる。このデバイスは反射望遠鏡と同じ方法で皿型もしくは円錐型の音響反射板を備えた単一のトランスデューサ素子を使用する。このタイプのハイドロフォンは低コストの全方向性のタイプから作ることができるが反射器が水中での動きを妨げるため静止させたまま使用する必要がある。指向性を持たせる新たな方法は ハイドロフォンの周りに球体を使用するものである。指向性球体の利点は、ハイドロフォンが水中で動くことができ、円錐形の素子により生成される干渉を取り除くことができることである。複数のハイドロフォンを整列して配置することにより、望む方向からの信号を加算し、他の方向からの信号を減算することができる。ビームフォーマを使用し、配置を操作することができる。 最も一般的には、ハイドロフォンは、ライン配列されているが、2次元もしくは3次元の配置にすることもできる。海底ケーブルで接続された、ソッスハイドロフォンは、1950年代初めから、アメリカ海軍により、冷戦期のソ連の潜水艦が、ジャックギャップとして知られる、グリーンランド、アイスランド、イギリスのラインに沿って、動くのを追跡するのに使われた。これらは、 説明できない多くの海の音を含む極低周波の課長家音をはっきりと録音することができる。ありがとうございます。